立岩高津江スキー場近くの高津江そば畑。今そばの花が満開です。高津江そば畑は12ヘクタールのなだらかな斜面の畑。ところどころに白樺や広葉樹が立ち並び、アクセントのある風景を見ることができます。写真を撮影するため、お客様がポツリポツリと訪れていました。外出してるって思われちゃうと。じゃあこちらこちら。モデル福島からね。そうです。毎年来てるんですよ。大丈夫大丈夫、あのメインはあの間から夕日が沈む頃だから。沈む頃でライトアップ する時、ライトアップしたら帰る。この山の線がそう、あれが消えないようになってほしいんだけど、どうかな、来てみないとわからないけど。夕方まで待って、夕方まで、俺に根性があるかどうか。はい、素晴らしいです。なかなかです。郡山市で電気店を営む星さん、立岩がふるさとでした。星さん、さっきもちょっとあの伺ったんですけど、生まれが、生まれは立岩です。立岩って聞いて、まずまずここを離れて、はい、まあ、県内に住んでらっしゃるでしょうけど、はい、何年くらい？レンタカー屋さんは130キロ以上、30年以上、40年ですね。40年、はい、離れて、はい、まあ、どっちみち、もう言っちゃってもいいね、郡山で、ね、なんかふるさと、結構いいとこで来て、ま、できましたんで、そこまで、あのでも何回も来てるんですけど、ただ今回は Facebook でやっぱりこっちの友達が昨日わざわざ上げてよくしてくれたから、だから今日はちょっと来てみたんですけど。あったくね。ちょうど咲き始めて綺麗ですね。そうですね。前はここ見えたんですよね、下から。え、下から。下ってどこの下から？任意保険の中に車両保険が入ってるんですよ。でその中にレッカーとかレンタカーとかを出してくれる、ノシトから、あの辺から見えたんです。じゃあ今は木が大きくなって見えないんですか？そうですね、今回は岩木のレンタカー屋さんのもんだから、福島までやっぱり距離がありすぎちゃってて、私はここに来るとこの周りの木の緑があってちょっとホッとするのね。あ、なるほど。あの畑だけじゃないから、岩木かスタバのロッもしかしてあれがそば畑なのかも。カモカモカモ、右上の山、はい、違う。